はい、皆さんこんばんは。仏教哲学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいね、コメントいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、本人妙称、本人妙愚決、退席時給制日中偽作の真実の第1弾でございます。はい、本人妙称というのはですね、御所伝集、平成新編御所伝集と創価学会版御所伝集に載っております。はい、載ってる文献ですが、この本人妙愚決っていうのは富士集学要集の第2巻に載っている文献でございます。はい、で、この本人妙称、本人妙愚決が退席時給制日中偽作の証拠の1から8、それにプラスもう一つ追加して9を検証してまいりたいと思います。で、この本人妙称と本人妙愚決っていうのはもうなんか別の文章になってますけれども、一体の文章であります。で、本人妙称は、まあ、日蓮が説いた文献ということになってますが、これは偽書であるということは常に検証しております。で、本人妙愚決っていうのは、三味当日順が書いたというふうに表向きはなっておりますが、これも偽書でありまして、この本人妙称の解説書のような文献ですね。ですから、この本人妙称と本人妙愚決という文書は一体の文書、一体の偽書ということになるわけでございます。はい、それでですね、この本人妙称と本人妙愚決のこの退席時給制日中の謀略の位置関係についてですね、どの辺に位置しているのかというのをですね、また図でお示ししてみたいと思います。はい、これはですね、退席時給制日中の謀略のですね、この相関図でございますね。はい、中心にその退席時給制日中の野望、動機があるということで、こういうふうにもう密接につながっております。で、本人妙称、本人妙愚決はですね、ここにありますね。はい、本人妙称、本人妙愚決、そしてもう一つ足して、本人妙称の退席時六世日時の写本ということで、この3つがですね、本人妙称関係の文献でございます。これはですね、日蓮本部寺からこう来ておりますね。はい、この海談の大本尊とは直接はつながってないんですが、この日蓮本部寺と深くつながっておるということでございます。そして、この中に、まあ、本尊七賀僧正とか、伊豆一人ケチマ僧正なんだか出てくるわけでございます。はい。この日蓮本仏院を保管する関係にある、この謀略文書であるということでございます。はい。はい、それではですね、本人妙称、本人妙愚決が退席時給制について偽作の証拠の1から8を検証してまいりたいと思います。はい、まず第1の証拠はですね、本人妙称、本人妙愚決に、久遠願成寺寿遊方針という単語が出てくるわけで、これすなわち、日蓮本仏寺でありますね、はい、が説かれているということで、この日蓮本仏寺が退席時給制日中の発明教義であるということが一つ。そして、久遠願成寺寿遊方針というのはですね、106箇所に出てくる単語ということで、この本人妙称、本人妙愚決の偽作した人物は106箇所の偽作した人物と同一人物であるということでございます。この久遠願成寺寿遊方針というこの単語は、この本人妙称に出てくるところはですね、平成新編御所伝集1682ページ、創価学会版御所伝集876ページに載っております。はい、はい、続きましてはですね、本人妙称の中に唯一一人欠落僧正の文が出てくるということですね。はい、ということで、本人妙称の偽作者は唯一一人欠落僧正の偽作者と同一人物であるということでございます。この本人妙称の中に出てくるこの唯一一人欠落僧正の文は、平成新編御所伝集1684ページ、創価学会版御所伝集877ページに出てまいります。はい。
はい、続きまして第3番目、本人名称の中に本尊七花僧正、産湯僧正が出てくるわけですね。ということで、本人名称の自作者は本尊七花僧正、産湯僧正の自作者と同一人物であるということになります。はい、この本人名称の中に出てくる本尊七花僧正、産湯僧正の部分は平成新編御所伝書1684ページ創価学会版御所伝書の877ページでございます。はい、続きまして本人名称による日蓮霊山絵図他方達中にて目の当たり作尊より自供自身立てまつる秘宝なりという文が出てまいりまして、これはですね、御肉伝の本領御本尊のことに出てくる文と同一の文であります。はい、まあ、この建立御本尊のことっていうのはもう、これもかつてですね、この動画で検証をしてきております。ということで、本人名称の偽作者は、音楽伝の偽作者と同一人物であるということになるわけでございます。この日蓮霊山絵図他方達中にて目の当たり作尊より自立立てまつる秘宝なりというのは、平成新編御所伝書1681ページ、創価学会版御所伝書874ページに載っております。はい、続きまして第5番目、本人名称に唯我与那日蓮日光と日蓮から日光への総長の文が出てまいります。ということはこの本人名称の偽作者は二科の総長ですね、この日蓮から日光の総長といった二科の総長の偽作者と同一人物であるということで、大石寺九世日中であるということになるわけでございます。この唯我与那日蓮日光との日蓮から日光の創造の文は平成新編御所伝書1684ページ創価学会版御所伝書877ページに載っております。はい、それではですね、この文献のですね資料をお見せしたいと思います。まずはですね、この平成新編御所伝書ですね。はい、まずは1681ページのこれですね、日蓮霊山絵図他方達中において目の当たり作尊より自供仕立てまつる秘宝なりというのはここにこのところに載ってますね。はい、はい、続きましてはですね、1682ページのこの久遠願女というところですね。はい、はい、この久遠願女を自重量方針団の一番最後のラストのところに載ってきております。はい、はい、続きましては1684ページですね。はい、まず唯我与那日蓮日光というのはここに載っております。はい、続きましては、産湯僧正、それから本尊七花僧正の分はこの最後のところの分ですね。はい、そして、日蓮着色伝法の僧他方達中本尊の唯一一人の岸脈内と日脈僧正の分もここに出てくるということでございます。はい、はい、これが平成新編御所伝集でございます。はい、続きましてはですね、創価学会版御所伝集でございます。はい、まずですね874ページの日蓮霊山絵図というのはこの一番最後のところですね。はい、ここのところに載っております。はい、はい、続きましては875ページの自重要方針ですね。はい、これもページの最後のところに載っております。はい、はい、続きましてはですね、877ページ、唯我与那日蓮日光もこの最後の最初のところに載ってます。はい、それから産湯僧正、それから本尊七花僧正、それから唯一人の結脈僧正の分もこの最後のところに載ってますね。はい、はい、これが創価学会版御所伝書でございます。はい、続きましてですね、第6番目の証拠ですね、本人名愚決に日蓮宗あるいは日蓮一宗という単語が出てまいります。はい、日蓮宗という言葉は富士修学要集第2巻の78ページ日蓮一宗という言葉は富士修学要集第2巻の80ページに載っております。この日蓮宗という単語は大石寺九世20の代に素質する単語であります。はい、でこの
日中の大石寺教生日中の言葉としてはですね、日中御物語草という文献が富士修学教習第1回に載っております。ここに日蓮宗という言葉が出てまいりまして、富士修学教習第1回の194ページに載っております。さらにこの大石寺教生日中と同年代のですね、西山本文寺第8代観音日願という人が書いた日願五段というですね、文献にも日蓮宗という単語が出てまいります。これが富士修学要素第2巻の132ページに載っておりまして、この本人名と本人名区別は大石寺教生日中の偽書ということになるわけでございます。はい、続きましてですね、本人妙相にそれがしは下書の法数なりという文が出てくるわけですけどもね。はい、この法数という単語なんですけれども、これが大石寺九世日中の弟子の左京和尚日教の文献に出てくるのが、この大石寺文流における素質であるということでございます。はい、まずは無笠章というところで、東大の発祖のところ、富士修学要集第2巻の256ページ。発祖にては、あるいは不法の発祖は、あるいは東大の発祖のところということで、無笠章と類従監修士のにこういう単語が出てくるということでございます。はい、というところでですね、この本人名称は、すなわち大石寺九世日中の義作であるということになるわけでございます。はい、それではですね、この富士修学要集の資料を検証してまいりたいと思います。まずはですね、この日中御物語章ですね、富士修学要集第1巻の194ページです。はい、これが富士修学要集第1巻でございます。これの194ページのこの最後から3行目にですね、この日蓮宗という単語が出てまいります。尋ねて行き当たれば何宗とと日蓮宗と答うというふうに、ここにこの大石寺教生日中の言葉として出てまいります。はい、はい、これが富士修学要集第1巻でございます。はい、続きましてはですね、富士修学要集第2巻の資料の検証をしてみたいと思います。まずはこの本人名愚月に出てくる日蓮宗という単語ですね、富士修学要集第2巻の78ページにまず出てまいります。はい、この青いマーカーがしてあるところに日蓮宗というのが出てまいりますね。はい、これ富士修学要集第2巻でございます。はい、さらに80ページにもこの今度は日蓮一宗という言葉がここに出てまいりますね。はい、これがまず本人名愚月ですね。それから日蓮五段が132ページに載っておりまして、はい、ここにも2箇所日蓮宗という言葉が出てまいります。はい、はい、続きましてはですね、無笠帳の検証になりますね。256ページです。このちょうどここのところに、東大の星のところという単語が出てまいります。はい、ちょうどここのところに星にてはという単語が出てまいりますね。はい、あたるなりということで、ここに星という単語が出てまいります。はい、はい、東大の法師のところに本尊の体あるべきなりということで、ここに載っております。はい、これが富士修学要集第2巻でございます。続きまして第8番目でございますね。こうしますと、もう一つですね、大石寺に本人名称の大石寺六世日時の写本があるということを言っておるわけですが、この本人名称の大石寺六世日時の写本なんて全くのデタラメな文書であるということになるんですね。ここにですね、まあ本人名称には本尺小列っていうことが説いてあるんですが、まあこれも前の動画で検証しましたけれどもね、本尺小列の素質っていうのはですね、1396年応永3年のこの法華宗日人文流のこう日人の専用略記という文献に素質するのが最初であると。その後1415年の応永22年に今度は法華宗本文流の日流が本尺小列を説いたということでありまして、大石寺六世日時の代にはまだ本尺小列の時はなかったとわけでございます。
したがってこの本人妙想大杉寺六世日の写本もデータラメな文書ということであります。はい、そうするとなぜこの大石寺九世日中は本人妙想本人妙議決本人妙想日時の写本を偽造する必要があったのかということになるわけでありますが、まあこれはですね、前々から言っておりますように偽装工作でございますね。大石寺六世、大石寺九世日中以前の代から本人妙想や日蓮本仏にはあったことを偽装するためということでございますね。はい、でありますので、先ほどの図にも明らかでございます。この相関図でですね、この本人妙想本人妙愚決本人妙想大石寺六世日時写本がですね、こうやって日蓮本仏にしっかりくっついてですね、この大石寺九世日中の謀略の一環を担う文書であるということでございます。はい、というところで今回は本人妙想と本人妙愚決大石寺九世日中偽作の真実の総合1から8を検証してまいりました。はい、ご覧になられました皆様どのように思われましたでしょうか。またご意見を寄せいただけたら幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。